あれ瞬間移動しなかった今。お、バルーンやってる。俺もやるぜ。はい、どうも皆さんこんばんは、プチプチです。いかよろしく。ということで今回ですね、なんとアップデートで新武器が追加されました。その名もパラムシューテックラブということでですね、何がすごいかっていうと、あのスペシャルがシャボン玉全然スペシャルじゃねえだろ、お前100均で売ってるわそんなもん。プライムシューターコラボはですね、あのスプラトゥーン、ただのスプラトゥーン前作の時にもあったんですけど、今回あのスプラトゥーン2で新スペシャルウェポン搭載のなかなか見どころある武器になって帰ってきました。あのさ、あの左にマックのさ、あの看板みたいなんだけどさ、行きたくなってきちゃったね。ちょっと俺マック行ってくるわ一回。ということで無事ね、マックシェイク買ってきました。ここにナゲットとポテトがあるのにね、ナゲットも買わないしポテトも買わない、マックシェイクだけ買ってくる。まあね、本当のこと言えばもうさっきマック行ってきてマックシェイク飲んだばっかりなんで、あの本当は厳密に言うと今行ってきたわけではありません。さあ皆さん、僕このプライムシューターコラボで一つだけやりたいことがありました。そう、せっかくねシャボン玉を使えるということで、もう特大のシャボン玉を作るっきゃないでしょこれ。いやーね、ちょっとまだ使ってないんだけど、あの多分ね、でっか多分重ねたりすることによって、特盛りのシャボン玉がね作れる気がするんですよ。さあ、まあね、小さい頃とかにねよくね、やってたと思います。シャボン玉を使って、シャボン玉を大きいの作って、あの友達の顔の前で思いっきり割って、なんか目が痛い目がとか言うね、あれやったことありますよね。それは俺だけ、うん、ごめん。なんかまあ、ということでね、まあ、めぐみ方式って言うんですけど、このスパ見てない方は見てください。ということでちょっと一回ねこの武器をちょっと使ってみます。一応ですね、射程なんですけど、もう塗っちゃったからこれ射程わかんねえわ。さあ射程の幅なんですけど、じゃあここの白いなんていうの、あのガードレールみたいな、違うな、あの運動会の時によく引く白い線からどこまで飛ぶか、いきます。え、やばくない？え、めっちゃ、え、すげえ、待って、待って、ここから始めて1,2,3,4マス分の長さがある。で、どれぐらいで射程倒せる、ない、キル内に入るかっていうと、まあ、多分まだここは無理か。あ、もうここからだ。あ、もうすごい。もうここからもう射程内だ。すげえ。射程内は1,2,3,4マス分？あ、3マス分か。3マス分で、もうターゲットをロックオンできると。ロックオンっていうか、なんていうのね、この標的になるみたいな。別に多分もうちょっと過ぎてもインクを塗れるから、ほら、まあ、若干まあ足手まといにできるみたいな、そんな感じですね。じゃあ皆さんお待ちかね、ようやくシャボン玉を使おうと思います。の前にね、俺いつも思うんだよねこのキャラクターたち、お尻にしか見えない。というわけで使っていきましょう。ポチッとな。おーおー、なんかテニスできそうこれで。ほら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 、え、めっちゃでかいんだけど、え、こんなやつなんだね。あ、え、待って待って、もう巨大なやつ作れてんだけど。待って、もう巨大なやつ作れてんだけどね、これ。なにこれ、どういう武器なのこれは。あ、割れちゃった。え、弱くね？皆さん違います。この武器はですね、ただこうやってシャボン玉を作って、幼稚園生みたいな感じに、わー見てママ、おっきいシャボン玉だーって言ってね、シャボン玉を追いかけてそのまま行方不明になってしまうみたいな、そんなことは起きません。この武器はですね、なんとシャボン玉を作った後に、撃つと爆発するんですよ。これ強すぎでしょ。まあ、どういうことかというと、まあ、つまりこういうことです。どういうことだろう。俺もよくわかんねえわ。まあつまりです、皆さんこうやって、じゃあ崖の上から下にいるグミンどもを見ているとします。でここでじゃあそこら辺にエリアが、確保するエリアがあるとします。そこめがけてこれを使います。いけ、飛んでけシャボン玉で、こうなりますでしょ。で一回これ跳ね返ってきます。こうやって仲良く団子3兄弟みたいに跳ね返ってきて、なんかモワ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 、なんかこうゆっくり動いているところを
こっからこう投げて、はい、お疲れちゃん見て、塗られてない、こいつなんてさ、足元塗られてないのにいきなり爆風で死んだからね。そういうことです皆さん。バルーンのシャボン玉の強いところがこの爆発です。でもなんか俺今日ちょっとテンションおかしいわ。まあね、普段普通に使っててシャボン玉なんてね、もうなんかもう全然やらない人の方が多いでしょ。30歳40歳にもさなってさ、電車乗ってさ、あの会社に行かなきゃいけないのにさ、電車に乗って電車でシャボン玉でこうプク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 遊んでる人なんていないでしょ。いや、いいんじゃないですかね、たまには。だって子供の気持ちになれて。まあ俺子供なんだけどね、学生なんだけどね。では実戦でちょっと使ってみましょう。縄張りバトルでやっていきましょう。まあ、ナンクルナイサーってやつがいるんだけど、あいつ絶対沖縄民だ、あいつ絶対沖縄民だぞ。みんな沖縄ね、僕行ったことあるんですよ、修学旅行で。この間修学旅行で、去年行ったんですけど、なんだろうね、なんかみんな何言ってるか分かんないわ。あーっと危ない、こっちは射程が長いんだぞ。どっからでも撃てる、撃てちゃうんで、どっからでも。あれ、瞬間移動しなかった今。おっ、バルーンやってる、俺もやるぜなんか楽しいこれ。バルーン強くない、普通に。あ、相打ちだ、同じ武器だね多分これ。やっぱみんなシャボン玉で遊びたいんだ、やっぱりね。子供の気持ちになりたいみたいな、子供心をまだ忘れてない大人がいるはずだ。いや、大体このゲームやってるやつ小学生とか中学生とか高校生だからねあと大学生か。やばい、あれもさ、あれもあのあれでしょ、あ、ダイナモローラーか、あの変形するなんか、戦隊ものの武器かと思った。日曜の朝8時か9時ぐらいにやってるあの戦隊ものの武器、ガシャンガシャンみたいなね。なぜか知らないけど、最後の方になると敵が大きくなるやつ。あれ当たんないな、ちょっとこ、なんくるないさ、なんか元気づけられるね、この言葉聞くと。なんかどういう意味だっけ、なんくるないさって、なんとかなるさって意味だっけ、どうでもいいみたいな感じの意味だったっけ俺これ褒められてるのかな。オッケー、やった、なんくるないさ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 、待って、オップのマジ、なんくるないさだわ。あ、バルーン撃ったらちっちゃくなるんだね。へえ、知らなかった。まあ別にいいんですけど、まあ別にいいんですけど、やられてもね、別にいいんだからね、別にいいんだから、別にあんたのために作ったわけじゃないんだから。プチプチ、ついにツンデレになる。次回のアニメは置いといて、やってこ、どんどん。こうやって塗ってればいいんじゃね。あー、やばい、あー、マメミ絶対そういうことだよね、この人の名前絶対そういうことだから。もうマジごめんね、決めつけちゃって。でも多分そういうことだと思う、マンメンミだよね、きっと。多分スプラトゥーンが大好きなのかな。あー、やっぱこの武器なんか相打ち多いわ。なんだろうね。というわけでね、バルーン1、2回しか使えることができませんでした。さあやっていきましょう、2戦目ですね。まだね、バルーンのね力を皆さんにお見せしていませんでした。全然これだけじゃないですよ皆さん、これの他にね、もっともっと素晴らしい特典がつくんですよ。さあ、バルーンをやる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。絶対俺に言わせるためにこういう名前にしたでしょ。さあ皆さん、まだねバルーンには使い道がまだまだたくさんあります。そう、この武器を使うとなんと食器が綺麗になる、そういうこと。そう、あのね、このね、食器が綺麗になるイコールこのステージも綺麗になるってことなんですよ皆さん。つまりそれはどういうことかというと、こういうことです。そう、綺麗になるんだよね、うん。バルーンってほら、洗剤じゃん、洗剤が泡立ってなるじゃん、綺麗になる、綺麗に、うん、そういうこと。さあ、じゃんじゃん綺麗にしていこう、このステージを。あそこにいるの分かってるぜ。
いやー、俺がやったと思ったのに、これ全然威力足りないわ。マジで。やばい。もう、ほんとにやる気スイッチ、君のはど、嘘だろ。俺やる気スイッチどころか、俺やる気なくすわ、それ、マジで。やる気なくしちゃうよ、お前のせいで。マジで、半分ぐらいやる気ないよ、俺。全然たまんないんだもん、スペシャル。嘘。さあ、どんどん綺麗にしとこう。俺待って、それまだバルーン一回も使ってねえわ。ちょっと待って。バルーンのために俺この武器買ったのにさ。一回もバルーン使ってねえじゃねえかよ、この試合で。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張って塗ろう。いろんなところを塗って塗って塗りまくって、ちょっとね、いい感じにしよう。ねえ、せっかく溜まってたのにもう。ウィ、もうこいつ許さねえ、マジで。絶対許さねえ。マジで。俺めっちゃ使いたいのに。あと14秒だよ。14秒で溜まるか？溜まんねえわ。このべき威力ないね。上から撃った方がいいかもしれない。うん。だから金銭は本当にダメだ。すぐ負ける。ということでね。まあ、見事バルーンの使い道を教えられたんじゃないでしょうか。ぜひ、ね、皆さんもね買ってみてください。でもこの若干なんかさ、足がくねってこう内股になってさ、太ももの絶対領域が見えるのなんか若干燃えるよね。気持ち悪いって。じゃなかったことにしてください。どちらにしようかな。天の神様の言う通り、あぺぺのぺてっぽう打つてバンバンバン、もう一度打つてバンバンバン。いや俺ナゲットのが好きだわ。すごいナゲットのが好き。ナゲットのみんな頑張ろう。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次回ね、新武器出た時とかこういうことやっていこうと思うので、また次回よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。いかよろしく。